はい。皆さん、こんにちは。ワンダルグルフィッシュ。改め、コロナ、ぶっ殺すです。今回はですね、アウトオブパークベースボールというね、野球のゲームをやっていこうかなと思っています。で、初めて聞く方も多いと思うので、アウトオブパークベースボール。一言で言うとどんなゲームかというと、プロ野球チームを作ろう。ですよね。昔はね、セガサターンとかでプロ野球チームを作ろうやった記憶があるんですけど、最近、この野球つく的なゲームって日本だとちょっとあまり見かけないんですが、このアウトオブパークベースボール OTP に関して言うとアメリカ産のゲームになっています。とはいえ、実は NPB はじめ台湾とか韓国とか、世界中のリーグを網羅している結構細かくて、いろんな方に楽しんでいただけるゲームになっているのかなというふうに思っています。で、今回はですね、そのアウトオブパークベースボールで、日本のね、プロ野球チームを使ったね、舞台にしてゲームをやっていこうかなと思っています。残念ながら、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、日本のね、プロ野球 NPB の開幕、3月20日の予定から大きくずれ込むということになっているようなんですけども、ここはね、このアウトオブパークベースボールの中だけでもプロ野球を盛り上げていければなということで、やっていこうかなと思っています。で、アウトオブパークベースボール OTP はですね、プレイヤーが GM、あるいは監督、もしくは GM 兼監督というね、この3つのロールの中から1つを選んでプレイしていくという内容になっています。で、今回ですね、じゃあちょっと早速、プレイするチーム、簡単にご紹介すると、もうロゴが出てますが、ファイターズですね、日ハム。今回、日ハムを使っていこうと思っています。で、コンセプトは、もうね、たびたび僕もツイッターでつぶやいてると思うんですけど、斎藤佑樹。ハンカチ王子、斎藤佑樹。彼にね、なんとか一花咲かせてほしいというふうに思ってるので、今回は斎藤佑樹にフォーカスしたプレーをしていければいいかなと思っています。じゃあ早速、ファイターズのフロント陣ご紹介していきましょう。ファイターズのフロント陣なんですが、まず、GM& マネージャーと出ているところですね。こちら。コロナぶっ殺す。つまり僕ですね。これ実は2020となってるんですけど、アメリカの場合だと2021がですね、もうすぐ出ます。が、今回ね、ちょっとまだ発売されてないので、2020でやっていきます。なので、年が、僕も37歳になってるんですけど、ゲーム上では36になっています。GM はコロナぶっ殺す。で、マネージャー、つまり監督もコロナぶっ殺すが兼ねるという内容になっています。で、ベンチコーチ、さらにピッチングコーチ、ヒッティングコーチ、これは打撃コーチですね。ご覧の順用になっています。GM 兼任監督のコロナぶっ殺すがひときわ若いですけどね。ピッチングコーチは吉井ですね。で、打撃コーチの方には白石という内容になっています。それぞれサラリーのところに年俸が出てますね。では続いて、選手一覧。こちらもご紹介していきましょう。で、ちょっとざっとね、ゲームをしながらご紹介していければなと思うので、流していきますけども、こんな感じで一応選手も写真を自分で入れれば変えることができます。デフォルトだと日本の選手はほとんど、顔写真というかね、そういうものはないんですけども、一部、例えば、メジャーに行ってた選手とかに関しては、顔写真がね、用意されているものもあります。ただ、日本の選手の場合はほとんど用意されていないので、自分でちょっと NPB のね、公式サイトさんの方から引用を、させていただいたという状況ですね。じゃあ、簡単に、この選手の能力画面をご紹介しましょうか。選手の能力画面はこんな感じですね。で、給料とかね、出ているところが一番左側ですね。年齢とか身長、体重。で、真ん中、ベーシックバッティングレーティング。これがですね、上からミート。ギャップパワーっていうのがね、ちょっと調べてみると、打速なのかなっていう感じがします。ホームランパワーっていうのは純粋にパワーですね。で、その下が選球眼。で、アボイドケースというのが、三振を避ける能力ですね。で、その右側に移ってサマリーのところがオーバーロールとポテンシャルがそれぞれ、現在の総合能力と将来的なね、伸びしろ、潜在能力になっています。で、アザーバッティングレーティング。ここがですね、そのバッターのタイプ、ゴロを打つバッターなのか、フライを打つバッターなのか、そういったところですね。で、スピード、スティーリング、ベースランニングは、足の速さ、盗塁のうまさ、ベースランニングのうまさになってます。で、その下2つが、送りバントとセーフティーバント。で、一番右側がですね、フィールディングのところですね、守備の内容になっています。じゃあ続いて、ピッチャーもね、ちょっとせっかくなんで見ましょうか。で、サイトで見るとですね、スタッフというのが、真ん中ですね、もういきなりベーシック、ピッチングレーティングの方に移りますけども、上から球質で、ムーブメントというのは球の動きですね、コントロールはそのままになります。で、その下がですね、変化球を含めた内容ですね、速球、あとは変化球。で、サマリーのところは同じような内容ですね、オーバーロールとポテンシャルは同じです。で、あとは球の速さだったり、ノーマル。3クォーターって出てますけども、ここはね、投球フォームに近い内容なのかなというふうに思っています。あとはスタミナとホールドランナーズ。そのまんまですけども、スタミナと、あとはクイックとかのところなんですかね、ホールドランナーズというのは。こんな感じの内容になっています。ちなみに、大谷翔平とダルビッシュをね、ちょっとちらりとお見せしたいと思います。はい。ではね、今ご覧いただいたので、もう一度ホーム画面に戻って、今回、役割が GM 兼監督ということなんですけども、じゃあ GM 兼監督って一体何すんだという話になると思うんですけども、その役割に割り当てるところがですね、これもちょっと全編英語になってるんですけども、一番右側のところですね、今全部コロナぶっ殺すが入ってるんですけども、これ、上からですね、いわゆるスターティングラインナップ、あとは先発のローテーションで、アクティブロースターっていうのが、簡単に言うと1軍、2軍の入れ替えみたいなところですね。で、トランザクションズのところが、契約だとか、あとは、ドラフト、トレード、そういったところをコロナぶっ殺すがやりますという内容です。で、セッティングバジェット以下3位のところが契約関連ですね。で、マイナーリーグも同じように設定ができます。で、一部はですね、マイナーリーグ、2軍監督に任せていく部分も、入れていこうかなと思ってます。あと、アシスタント GM ですね。このあたりも活用していきましょう。今回のね、コロナブックロスは、どちらかという現場より、監督業に重きを置いた GM。本来ね、GM と監督って完全なる別業種になってると思うんですけども、今回はね、どちらかというと、現場に近い GM という設定でね、やっていこうかなと思っています。なので、スターティングラインナップ、あとは先発、そして1軍2軍の入れ替え、これをね、GM、コロナぶっ殺すがやっていこうかなというふうに思っています。では、早速1軍、2軍ね、見ていこうと思います。この画面、上が1軍、下が2軍です。で、1軍なんですけども、28人まで登録できるよという内容になっているので、1人空いている状態ですね、28分の27。なので、ここに斎藤佑樹を投入しましょう。今回、斎藤にはね、なんといっても、先発投手、さらに開幕投手を担ってもらいたいなと。いうふうに思ってますので、まず先発ローテーション見ていきましょう。今ね、デフォルトで設定されている内容だと開幕投手は金子なんですけども、ここに斎藤を持っていくというね、荒療治をやっていきましょう。斎藤佑樹でね、斎藤6番手にしてどうなんだって話があるので、斎藤はね、開幕です。金子を押しのけて斎藤が先発させてもらいましょう。続いてスターティングラインナップですね。でスターティングラインナップ、ちょっと一番下の方で見づらいんですけども、中田を4番に据えてご覧のラインナップで進めていきましょう。中田の能力ちょっと見ちゃいましょうか。中田、さすがにパワーはあるよね。で、一応ここでシーズンの成績もね、出ているという状態です。こうやって見るとね、本当にアメリカのゲームの割にしっかりデータも反映されてて、で、ここまでご覧いただいている通り、ほとんど難しい英語もないので、どなたでも楽しんでいただけるゲームになってるのかなっていうところは感じますね。で、早速ゲームの方に入っていこうと思います。ゲームの方はですね、進め方いくつかありまして、例えば、開幕まで進めるとか、オールスターまで進めるとか、あるいはもうシーズン終了までオートで進めるとか、いろいろあるんですけども、今回一番最初なので、斎藤佑樹のね、開幕ゲームはしっかり見ていきましょう。なので、まずはオープニングデーまで進めましょう。開幕まで進めます。で、開幕までに、起きたイベント内容とかっていうのは、一応メールですね。もう現代っぽいですよね。メールのところに全部出てくるという内容になっています。で、一番最新のメールであれば、NPB から、本日ね、開幕ですということで、開幕のスケジュール的には、我らが北海道日本ハムファイターズはオリックスとの一戦に臨むという内容が書かれています。では早速、プレイしていきましょう。先発は、斎藤。オリックスのアンドリューですね。ゲームの始めていきましょう。で、こちらが画面になってます。で、ファイターズが先行になっているので、画面の左側にね、1番打者出てますね。西川。で、先発投手右側ですね。オリックスの先発がアンドリューという内容になっています。今回も斎藤にね、フォーカスしていくので、斎藤の出番まで進めちゃいましょう。ハーフイニング進める。このクイックプレイのところで、どこまで進めるかっていう設定ができます。例えばもう9回まで進めるとか、もうそもそもゲームは見ませんとか、そういう設定ができるんですが、今回ね、斎藤を見たいので、ハーフイニング進めましょう。で、ハーフイニング進めたので、1回裏、オリックスの攻撃になります。で、ここで、斎藤ですね。先発。開幕の先発が斎藤。で、少し分かりづらいんですけども、実は結構細かく指示が出せて、ストライクを投げるとか、あとはボール球、臭いところ投げろとか、歩かせるとか、打たせるとか、そういった一連の内容が全てここで指示を出すことができます。では、早速行きましょう。1番、福田に対してですね、ちょっとマリーンズから移籍してきている情報が、写真をですね、NPB の2020シーズンのものから持ってきているので、ちょっとマリーンズの福田のキャップになっちゃってますけども、ここはね、ちょっとご愛嬌ということで、2021が出たらですね、最新のものになっているかなと思います。では、行きましょう。まずは、初球はストライク投げよう。一応ね、ここに実況も出るんですね。で、これは、打ち取れるか。OK だ。センターがキャッチ。こんな感じでちょっとプレー自体はね、チープな内容なんですけども、あくまでもシミュレーション要素が強い内容なのかなというふうに思ってます。で、2番が吉田。こんな感じでね、進めていきます。これもセカンドゴロ。いいね。斎藤。立ち上がりは無難な立ち上がりだな。で、ロメロも打ち取れるかな？大丈夫だね。OK だ。で、一応、この次の回でね、守備位置とかもいじれたりするので、そのあたりもご覧いただこうと思います。で、守備位置はですね、内野手どうするか。例えば深めにするとか、浅めにするとか、二遊間はセンターラインに寄るとか、そういう設定細かくできます。で、外野の守備設定もできますね。バックに下げる、深めに守る、あるいはね、前に出すとか、そういう設定が全部できるので、監督業としてはね、本当に面白い内容かなと思います。逆に、プロスピとかね、パワープロとか、あとは MLB ザショーみたいな、選手を細かく操作するっていう要素はね、ちょっとあんまりないゲームにはなっています。では、T 岡田ですね。4番 T 岡田を迎えています。OK だ。T 岡田は三振。まあ、斎藤の課題としてね、できるだけもうストライク先行。で、打たせて取るピッチャーだとは思うので、ストライク先行でね、臭いところで攻めていくと。いいね。ここまで2回を投げて2三振。斎藤にしては上出来だよな。はい。ここでですね、ちょっとロメロにライト前ヒットを打たれてしまって、ワンアウトランナー一塁で4番 T 岡田を迎えているという場面です。ちょっとね、せっかく2点リードを取ってる状態なので、T 岡田怖いですからね、ちょっとここは臭いところで勝負していきましょう。ロメロに走られるってどういうことだよ。マジか。ロメロに走られるか。そしたらここは、ちょっと難しいとこですけどね。まあ、ストライクで勝負していきましょう。ここは、歩かせてしまったか。大丈夫か、斎藤。ここはしっかり抑えよう。まあ、打たせてゲッツーで、終わらせるというのが一番ベストかな。おっと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 、ちょっとここに来て危ない流れになってきましたね。デッドボールを出してワンアウト満塁。斎藤、ここでなんとかね、持ちこたえないと今シーズンも活躍できないぞという場面ですね。で、6番の後藤を迎える場面。後藤か。どうする？後藤をどう抑えるかだな。ちょっと後藤の内容を見ましょうか。足は55か。まあそこそこ速い方ですね、この中では。ミートもある。で、一方、我々の方の二遊間ですね。渡辺の方を見ると、ターン DP っていう、ここのターン DP っていうのがダブルプレーをどれだけ取れる能力があるかっていうところですね。渡辺で55。ちょっと難しいけどね。なんとか頑張っていきましょう。では、ここは、まあ、ちょっと力で勝負しに行こう。後藤に対しては。よし！三振。ここがね、今シーズンの斎藤の違うところですよ。このピンチでしっかり抑える。頼むぞ。OK だ。このワンアウト満塁のピンチをよく抑えてくれましたね、斎藤。では、また時間を進めていきます。おっと、鶴岡、ここでパスボール。鶴岡のパスボールだな。これでまたツーアウトランナー二塁のピンチ。で、バッターが2番の吉田。クリーンナップ3番、4番、ロメロ。岡田には回したくないよね、T 岡田には。なので、ここはちょっと勝負しに行きましょう。よし。これは打ち取っただろう。いや、打ち取ってない。マジかー。いやー、ここでタイムリーツーベースを浴びてしまったというとこですね。さらに4番ロメロ、3番ロメロ。いやー、ここは抑えてほしいな。 OK、 ファーストゴロ。安定のフィールディングでしたね。では、また時間を進めていきます。被安打5、失点1。まあまあ上出来かなとは思います。一応7回まではね、投げてもらいましょう。3点リードになってますからね。これもセンターフライ。いや、斎藤いいよ、今年は。ワンアウト満塁をしっかりね、切り抜けた。あそこで失点してるとちょっとまた流れ変わったかなとは思うんですけどね。ただここで悪い癖が出たな。スピード50の鈴木康平が一塁ランナー、クイックで投げよう。これ全部ね、GM が指示出してますからね。GM 兼任監督。さあ、ここでフォアボール、連続フォアボールでワンアウトランナー1、2塁。そして、吉田。吉田はね、前の打席でタイムリーツーベース浴びてるので、ちょっと慎重に行きたいけど、3番、4番、ロメロ、岡田と続くので、どうしても臭いところで勝負してフォアボールで満塁っていうピンチは避けたいですよね。出てしまった。斎藤の悪い癖が出た。3連続フォアボール。そして、3番ロメロを迎えるっていうね。斎藤もうここまでだね。スタミナもカスになったので、ちょっとね、ここで斎藤はお役御免ということになります。はい。そしたらね、ゲームの方なんですけども、残念ながらですね、斎藤に勝ちつかず、9回裏、サヨナラ負けを喫してしまったという状態ですね。まあ、ただ、斎藤は6回までで、1失点という形でしっかり先発投手としての、ね、役割は見せてくれたのかなというふうに思います。まあ、今回、残念ながら勝ちはねつきませんでしたけども、こんな感じでね、ちょっと斎藤佑樹物語ということでやっていきたいと思っています。で、ちょっと今回ね、斎藤の出番で、プレーの方をしていきましたけども、まあ、次回以降もですね、ちょっと斎藤の出番だけにフォーカスをして、斎藤のね、活躍を見守っていければいいかなというふうに思いますので、ちょっと次回以降もぜひ楽しみにしていただければなと思います。で、次回以降はですね、ちょっと1ゲーム単位という形ではなくて、1ヶ月単位とか、もうちょっと長い期間、スパンを使ってですね、1話という感じでお届けをしていきたいと思います。今回ちょっとゲームの内容のね、紹介とかも入れさせていただいたので、1ゲームのみになってしまいましたけども、次回以降は月単位なのか、あるいは2ヶ月単位なのか、ちょっと考えながらですね、進めていければいいかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録と Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。